北朝鮮による核実験の影響で減少に転じている訪韓日本人観光客を呼び戻すために韓国の観光業界が日本で大規模な観光客誘致作戦を展開する今年に入って韓日関係が徐々に雪解けに向かい日本人観光客も増加の兆しを見せていたが北朝鮮によるミサイル発射が始まった4月以降は急減している。 韓国観光公社は20日、日本の東京で21から24日に開催される旅行博覧会ツーリズム、エキスポ・ジャパン2017に過去最大規模で参加することを明らかにした。イベントには約140の国・地域からおよそ1100団体が参加することになっており、韓国は22の地方自治体と17の観光関連機関・企業が180人の誘致団を派遣する。 韓国展示館は58のブースで構成され、韓国再発見をテーマに平昭冬季五輪の。PR コーナーや地域、観光をテーマにした PR コーナー、医療観光コーナーなどが設けられる。仮想現実、VR でのスキージャンプ体験のほか、韓国旅行で綺麗な写真を撮るテクニックを学ぶこともできる。韓国観光公社の新三四東都支社長は、 北朝鮮にによるミサイル発射などに伴うう。不安からら韓国旅行をためらう日本人に韓国のプラスのイメージを伝え、訪韓観光市場を回復するきっかけにしたいと意欲を見せた。日本人の韓国観光の減少に伴い工夫されていることがよくわかる。だが、日本、韓国の事情から両国の経済事情まで影響していることも事実で、根本的な点を解決していくことが重要である。 国民感情が両国に相反するかり相互理解することは困難なことである。そのためにいろいろと意見があり反応を示している。プラスのイメージなんてあるのか。バスに慰安婦像を乗せてる国に行きたいと思うか疑問。慰安婦像がお出迎えする韓国にいらしてくださいってかマイナスイメージしかないぞ。韓国に行った人の大半が国籍問わず、二度と行かない。 てな国をどうしろといかない慰安婦像を撤去してから来なさいねマイナスの方が勤めすぎ無駄な努力負けの部分を同行しようって話じゃないんだ国を挙げて反日活動しながら観光に来いご都合主義というのか正直意味がわからない残飯使い回し止めてからほざけミサイル関係ないと思うけどお金が欲しいんですね あげません。新しく徴用工の像も建てましただろ。日本鬼子よ、我が国御見習えある。